吉田さん、岡本太郎さんのね、今のことはね、私からもね、ちょっとこう考えうることがあったんでお話したいと思いますけども、やっぱこう発信すると誤解はされるじゃないですか。でも私思うのは、そのぐらいの解釈しかできないのかなっていうふうに、こう誤解する方のちょっとね、思考のレベルというのがそっちの低さの方が気になるっていうかね。以前手取り14万お前が終わってんだよみたいなことがありましたけども、いや、まさにあのタイトル見てね、いや手取り14万続いてるやつが終わってるだろうっていうふうな気持ちはあるんですよ。まあそれは手取りマイナス100万から這い上がってきた自分の経験があるからこそさらに言えるんですけども、ただ逆にですね、もう手取り14万がもうどんなに頑張っても状況的にも能力的にも限界なんだって人もいるんですよね。だからそういう人には、例えばテクノロジーの力で14万が15万になるようにとか、工夫とか努力とか、あとはね、つながる人との関係によって、15万とか20万に押し上げていくような希望はあるかなと思うんですよ。なんか営業してても、なんですかね、単価100円200円のものを売ってたら、じゃあ月間で1億円売れますかって言ったら難しいと思いますけども、でも家や車を売ってたら1億円ってそんなに難しい話じゃなくって、セールスの手間は一緒だけども、その売りやすいものと売りやすい時期と売りやすいマーケットっていうのがあるわけですよね。だからそのいろんなことをこう試行錯誤していけば、少ない能力でも高い効果が得れるみたいなね。まあビジネスって結局与えられた材料で最大限の効果を出すことだと思うんですよ。で、手持ちのカードってお話もしますけども、まあ単純にビジネスっていうのがね、そのトランプに例えられないところあるけども、自分のカードがたとえね、ワンペアの3とか、究極豚であっても、それに勝てるような相手だったら勝てるわけなんですよ。で、私の場合はね、これを麻雀に例えてるんですよ。私はそう、中学2年ぐらいの時からお金をかけて麻雀しだしたんですけども、そっからね、ほとんど負けなしで30代までやってきたんですよね。まあそうなると戦術とか戦略とかあんまり関係ないわけなんですよ。もうやれば勝つみたいな感じだったんですよね。でも片っぽでは私こう思ってるんですよ。長い期間やれば多分標準偏差って言って、勝てない時期も来るだろうなと思うんですよ。で、そういった形で私はだから、言ってみればね、ついてる時期が麻雀人生の半分前半に来て、で、あんまり長く続けると多分強い相手が出てきたりとか、自分の月がなくなったりとかして手が入んなくなって勝てない時期っていうのがやってくると思うんですよね。そうやってなんか平均化されるんじゃないかなと思う時に、勝ってるうちにやめるっていう選択をしたんですよ。で、これはビジネスでも言えるんですけども、何でもそうですよね。長く続ければ結局そのビジネスは衰退していって、商品とかマーケットを変えない限りはいつかは没落していくんですよね。例えば駅前の大通りにカレー屋さんを出しました。カレー屋さん儲かりました。儲かった瞬間に割安でバイアウトすれば価値が確定するのに、儲かるからっていうんでずっと続けていくと、例えばライバル店が似たような味のメニューを出してきて価格競争になったりとか、感染症とか災害とかが起きてその店舗が続けられなくなって負債を抱えたまんまバイアウトもできなくなるみたいな状態があったりとかしてね。だから何でも勝ってるうちにやめることかなと思うんですよ。これをだから人生に例えると、幸せのうちに人生を去った方がいいっていうことにもなるんですよね。長く続けてると、例えば老後の問題とかでだんだん体が不自由になったり、その身寄りがなくなってきたり、だからこうなんですかね、あんまり社会的に恵まれなくなってきたりとかしてね。そうなるんだったら絶頂期にやっぱり人生を去った方が、なんか結局勝ち逃げができるかなって考え方もあるんですよね。なんとも恐ろしいことですけども、でもそういうふうに勝ってるうちにやめておくっていう考え方が、まあ私のね、まあ必勝法かなというところですね。で、逆にその負けてるうちはやめないっていうね、ギャンブル的発想もあるわけなんですよ。だからアフィリエイトでも、私は最初から売り上げがあったんですけども、売り上げが上がらないから続けていって、売り上げが出だして、で、利益が出だしたらそこで、まあアフィリエイトは一つの段階を迎えていくとかね。例えばアフィリエイトを自分でプレイヤーとしてやるのはやめて、今度講師としてまた一からのスタートをやっていくと、プレイヤーの実績で講師をするみたいな感じとかね。そういうふうに小さいマーケットで勝利すると、もうちょっと大きなマーケットで新しい挑戦するみたいな感じでやっていけばいいのかなと思いますし、まあ、それから私がアフィリエイトを捨てたのも、結局アフィリエイトでずっとやってたらどっかでほころびが出て勝ち目がなくなってくる時期が来るんではなかろうかっていう時に別のマーケットにの乗りつつだったんですよね。で、それがアフィリエイトの実績プラス YouTube っていう組み合わせが良かったところもあるし、それ以上に暗号通貨を2014年からやってきた時に、
それが2015年あたりからねブレイクして、ICO ブームが2017年にやってきて、そこでもうマックスのアクセスが取れたということで、チャンネル登録1年で8000人増えたみたいなね。それ以来全然増えないんですけどね。で、勝ってるうちにやめておくってことかなと思うんですよ、一つはね。で、勝てるマーケットでずっと君臨すれば、何もナンバーワンをね、いつもいつも目指している必要ないのかなと。せいぜいね、吉田さんも言いますけども、自分が面白おかしく暮らしていけるだけの収入があればいいんで、そうなるとそんなになんかね、10億、20億稼がなくてもいいのかなって、せいぜい5億くらいなんですよね。うん、確かにね。それはあるかなと思いますね。で、まあ話戻して岡本太郎さんのね、やっぱ誤解されるっていうのは、誤解する方にちょっと私は問題があると思うんですよ。いや、このぐらいのこと解釈できないかな、みたいなね。説明いるみたいな感じですよね。政治家じゃないんだからね。政治家はね、いちいち質問通告しないと、その現場で起きたことを答えられませんとかになって、ほんとしょうもないなと思うんですけども、それがなんかね、普通の人でも、なんか短いやり取りが全然効かないっていうかね、そこから展開して、おそらくこういうことなんだろうなっていうふうに、さまざまな説をこう構築して、で、その説がね、こうなんじゃないかなっていうのが、当たっていることが続くっていうのが、コミュニケーションの上手さになってくるのかなと思うんですよね。こう勘違いして、なんか下手に受け取って、全然別の方向に行っちゃうとかっていうことは多々あるんじゃないかなと。まあ、岡本太郎さんも多分自分の表現が全く受け入れられなくって言葉に至ったんだと思いますけども、私はやっぱりね、誤解する方に問題があるんじゃないかなと思うんですよ。だから側近ビジネスとか言って、側近ですかとかね、5秒後に稼げるんですかとか、いやそんなことはね、側近ビジネスを作りましょうっていうことですよっていうふうに解釈していけば、ああなるほどねとかになると思いますし、まあみんなの銀行もね、30万実際にこう手にできるわけじゃないですか。まあ、私はもうとっくに30万はね下ろしちゃったんですけども、まあけどね、この現実を見てもまあ、誤解っていうか自分なりの解釈で、まあ、一部の人だけでしょとかね、なんかそれ危ないんじゃないのとかね、で分かってるけどやらないとかね、でもっともっと稼ぎにくいこと一生懸命やってるみたいなことになるんですよね。でもやっぱあれですよね、他の件でも言いましたけども、その稼げない人が1円の稼ぎをまたいでいくってどうなのかなとか思うんですよ。そのキャッチコピーでも、頑張ったら1円稼げますっていうのと、簡単に100万円稼げますっていうので、どっちに行くかなと思ったら、大抵簡単で100万稼げますの方に行って、ドブにはまると思うんですけども、いや私は、ね、一生懸命1円稼ぐことができれば、その一生懸命の1円っていうのが、いずれ100万、200万を作っていくっていうふうに思うんですよね。だから小さいものをちゃんとできることがすごく大事で、ちょっとのね、変化なんですよね、本当に大事なのは。大きく変化しようと思ったら、小さな変化を見逃さないこと、その積み重ねが大きな変化になるのに、小さな変化を甘く見て、大きなチャンスだけを狙っているから、ずっとそのチャンスが来ないみたいなことになるのかなと思ってたんで。ちょっと話長くなるんですけども、その、婚活の相談がね、10月は多かったんですよ。で、ナミさんの方と、舞姫大学でやり取りさせてもらったんですけども、30を過ぎた、今回テーマになったのは32歳と34歳の女性なんですけども、なんか一発逆転するために結婚相手を探してるんですよ、モールに。だからプロフィールを聞くまでもなかったかなと。いやそれはないだろうと思ったんですけども、もう行っちゃってるんですよね。っていうか状況的にそれしかなくなってきて、競馬で言ったら大穴に張るしかなくなっちゃってるんですよね。まあ当たらないだろうと思うんですけどね。ちょっと厳しいメッセージを送りながら、それ以来もうね返信が来ないということなんですけどどうなっちゃったんでしょうか、まあいろいろありますよね。誤解する方がやっぱ問題があるのかなと思うところと、まあ誤解しても無理ないよねっていう風なねメッセージの送り方と様々かなというところでございます。岡本太郎さん、さすがですね。死後もこうやって話題になるというね。いってらっしゃい。